東京競馬場第3レース3歳未勝利ダート1600メートル戦16頭が争われます。徐々にデスタニザシがはっきりしてきました。東京競馬場です。風は緩やかに場内を流れる程度。リコラの結構落ちて16番ジョークが最後にゲートへ向かいます。教わって係に離れます。スタートしました。わずかに16番ちょっと好ダッシュを見せていますが、まだ広がっています。内側リコはディキシーレイズが先頭に立ってラウンドに入りました。逃げます。16番ちょっと外の2番手です。間からは13番女性活躍がいって8番のクリオシタス先端につけて見つけて固まっています。4頭今審査5番手1位はベンスタイパーです。その後はエイコンテストの9番まさかまさかイスプレイから今審査で15番キャトウィンソン内から1番ゲイツポイント、2頭の間2番ショランカーの中盤の少し後ろです。1番審査7番ネオトイズ外に14番ナスカストーリー3コーナーを目指し残り1000メーターを切っていきます。1番審査後方4頭12番の6点に内側は3番トリケーファット外に11番ハウから始まる今審査レールはフェイダメイが一番後ろとなっています。3コーナーから4コーナーに向かっていきます。ハウの先頭を4番ディシーレイズリードを1番に取っています。2番手は8番のクリオシタース4コーナーへと向かっていきます。3番手外目に16番ジョントこれらの外側はまさか馬3枚レースタイプは5番目と徐々に接近直線コースに向かいます。4番ディシーレイズ逃げていますが外から下りかけに向かった8番のクリオシタース、この頭を下がって6頭脚を通過、2頭の外にも打ち出して16番のジョントが一気にかわすか、そして2番のショーランカーと、これが外から7番のネオヒューズが一気に、差し足を伸ばして7番のネオヒューズ、先頭に戻っていた、残り200を切りました、リードから半分取りました、2番手に向かってショーランカーとで、3番手に向かってジョントまさか馬存在、そしてからは半分始まると思いますが、抜けました7番のネオヒューズ、2番手のリードを取って5位、2着に2番のショーランカーと、7番のネオヒューズ集団後方の追走から直線するのみのみあっという間に前を捉え切って最後は余裕で16人ほどを駆け抜ける快勝誕生万華まで激しくやりました。2番の集団パフォーを立ってさが最後は振り切られての2着3着からそれは3頭広がっていたんですがこの3頭の真ん中9番のまさか馬3枚最後に追っておいてまさかに3番手に上がっています。勝ち時計1分38秒から上がりたいのこれまでの 800m は51秒で 600m は37秒9です。ダートややこのコンディションで1分38秒7です。7番のエルヒューズ先走を後方から鋭い決め手を見せて3着に上がっていたんですが今日は突き抜けました。東京サンデースこの場所もすぐに上がったところ1着7番のエルヒューズ2着は2番ショーランカーボー3着に9番まさか馬3枚4着に16番ジョット5着11番ハウから始まると上がっています。確定は